見ていただきたいと思います。大阪選挙区唯一の自民党公認候補者太田夫妻より皆様に決意表明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。大変遅い時間にですね、こんなにたくさんの方集まっていただきました。本当にありがとうございます。今萩生田光一幹事長代行からポスターじゃ勝負できないって言われたんですけど、ショックです。できると思って買ったんですけども、ちょっと若すぎましたかね。時々ですね、これ見て、あら、前の知事さんと同姓同名の人が出てはるわ。とんでもないですよ、公認ですからね。よろしくお願いしたいと思います。今回の参議院議員選挙、唯一の大阪選挙区自民党公認太田夫妻でございます。まずはよろしくお願い申し上げます。大阪府中を知事の時を思い出しながら回りました。大阪も大きい、883万人、行けどもどなたかがいらっしゃるので車の中で居眠りもできないんです。それぐらい大きい。そしてやっぱり発見することも多い。大変嬉しい。で、そういう時にですね、青田班や知事班や時々府長さんや言われるんですけど、言っていただけるのも大変嬉しいことなんですけれども、皆さんこれでもう何年経ちましたかね。私知事やめたから東京なんか帰ってませんよ。ずっと大阪府民ですよ。ちょっとこの辺に誤解があるので、まず最初に問いとかなきゃいけないと思うんですけど、私の夫は中小企業を営んでいた純粋大阪人です。何をもって純粋かというとよくわかりませんけれども、とにかく大阪を出ない、もちろん大阪弁しか喋らない、河内弁しか喋らないので、私の大阪弁はめっちゃ汚いんです。だからあんまり出さないようにして標準語で喋っておりますけれども、そういうことでずっと大阪にいますけれども、なんで皆さん覚えてくださってるのかな。やっぱり前任者と後任者が強烈だったからかな。私の前、横山ノック班、私の後、強烈な橋本徹班、その間がけなげな女性知事太田夫妻、3人並べるとお笑い女性猛烈、こういうことで覚えてくださってるのかなと思っておりますけれども、実はこんな冗談を言ってる今もないぐらい今度の選挙大変なんです。どうかまず枚方の皆さん助けてください。今日は支部長さん、そして市議会議員さん揃って、来ていただきました。そして佐藤ゆかり先生はもう次の会場に移られたと思いますし、党からは偉い方、大臣、こういうふうに言うのも皆さん来てくださっているのは心配だからなんですよ。本当にどうかよろしく、あと10日もう分からないぐらいになってしまいましたけれども、お願いをしたいと思います。私がこの大阪で今回当選させていただいたらやりたいこと、それはひたすら大阪の元気を倍化する、元気にすること、ひたすらやりたいからです。知事の時もそうでしたけれども、安倍政権が始まりまして、情勢がガラッと変わりました。今の大阪府大阪市は安倍政権が始めた、例えば観光振興、そういうことをぐっと引き寄せるのは上手ですけれども、でも本当に命を入れ、魂を入れ、実際の政策にしてきたのは政権政党、責任政党、自民党なんですよ。それはまず皆さんに分かっていただきたいと思います。さっきから、大臣もそれから幹事長代行も言っておられるように、これからですよ、これから大阪はさあ新時代、この大阪が熱くなるという時代を迎えます。東京もオリパラすぐそこに迫ってきました。それ自体は楽しみですけども、いわゆる、需要というんですかね、公共事業を含めたさまざまな整備っていうのはもうほぼ終わっています。次は大阪や、だいぶクレームも増えてきましたよね。こういう中で次は大阪の時代です。で、何をやるかが大事なんです。1、一過性のイベントにしてしまってはいけません。前の第1回目の万博は大変立派でしたけども、
一過性だったがゆえに、その後不況になって、そして共産不正が誕生してしまったこと、覚えておられるでしょうか。昔のこといいねやと言うけども、やっぱり昔の経験は大事にしながら、今度こそ真の大阪の時代を築くために、今大阪にドカーンとした基幹産業ありますか。薬も東京行っちゃった、電気もバラバラ世界中に行っちゃった、ドカーンとした基幹産業を今度作ろうではありませんか。私は健康産業医療、この辺りだろうと思ってますけれども、皆さんも生活を考えてみてください。健康のために何かやってますか。もちろん歩いたりする、サプリメント飲む、夜中に通信販売の機器を買って一生懸命こぐ、このぐらいでしょ。それだけじゃないはずですよ。さっき萩生田先生なんかテフロンをおっしゃったけども、そんなことしなくても最後まで健康に楽しく生きがいを持って生きれるのが命輝く未来社会じゃないですか。健康寿命延伸じゃないですか。そのための技術、そのための知恵、世界中には伝統医療もあります。そうした技術を全部集め、知恵を全部集め、そしてこの代、孫の代まで成長していく、ドカーンとした基幹産業を私は作りたいと思っています。ちょっと曖昧な言い方で申し訳ないけど、ビジョンにしてそのうちに示したいと思う。私は経済産業省出身です。今万博のことは全部後輩がやってますから、私こき使います大阪のために。期待しててください。そしてこれに関連してやらなきゃいけないのがインフラ整備です。東京のインフラ整備はもう終わったと言っていい。10週も20週も遅れている。これから大阪の枚方も増えて、枚方も大変インフラが古くなっておりますから、このインフラの整備をしっかり前に進めましょう。ビッグチャンスです。それが直に国土強靭化、防災、減災につながってまいります。つながってまいります。私が知事をやっておりますときには、府県間道路、大阪と和歌山をつなぐ府県間道路、大阪からトンネルを掘り始めました。今は和歌山からトンネルを掘る、つまり予算を取ってくる力が今大阪は弱くなっています。まあそれはどこの党がここの党かって言いませんけれども、やっぱり自民党が先頭に立ってこのインフラ整備も進めていかないとダメなんですよ。ですから今回の1議席、自民党の1議席、必ず皆様方のお力を借りて大田さえ確保しなくてはならないんです。どうか力を貸していただきたいと思います。そしてもう一つ、今大田藩何もやってなかったじゃないかと、知事の時何やったの、参議院の時何やったのという批判が SNS 上で流れているようです。とんでもないと思っています。さっきから言っていただいているように、関西国際空港の2期工事は私がやりました。台風21号の時も2本目の滑走路はすぐ使えるようになって、3日目に飛行機が飛んできた、飛んでいった、そして8000人閉じ込められた人々の救出作業に大きな力を発揮してくれました。インフラというのはただ単にお金が回るだけではなくて、このように命を守ってくれるのがインフラなんです。それをやりました。そして中小企業政策は参議院議員時代にやりました。先ほど萩生田先生がおっしゃっていただいた通り、大阪の宝、中小企業、枚方もそうだし、東大阪もそうだし、堺もそうだし、八尾もそうなんです。私の夫も中小企業をやってました。だからその苦しみも、そしてその大切さもよく分かっています。ですから事業承継税制、それから固定資産をゼロにする、固定資産税をゼロにする仕事、一方で人手不足、他方で生産性上げや、こんなこと言われてもバテらできへんというのが本当の中小企業の本音だと思う。だからそこを税金を安くして差し上げる、あるいはゼロにして差し上げて、どうかこの難局を乗り切ってください。そういう税制もやらせていただきました。一方で男らしい仕事の一方で、女性らしい、女性知事らしい仕事もやらせていただきました。アンマチメイルって皆さんご存知ですか。アンマチメイル、この間吹田市で
千里山交番、拳銃の強奪事件が起こってしまいました。昔には池田小学校のね、悲しい児童殺傷事件がありました。あの時始めたこと、大阪府警さんにお願いをして、今大阪の中でこんなことが起こってますから気をつけてください、不要不急の場合を除いて出ないでください家の中から、こういうメールを流していただくようにしたのは2001年から、私が知事の時からなんですよ。今も使っていただいているはずです。アンマチメール、安心の待ちメール、校門に警備員さんに立っていただく仕事、防犯カメラの設置を急ぐ仕事、いろいろやってきました。頑張る女性を応援する仕事もたくさんやらせていただいています。女性活躍推進法という法律がありますけれども、これを中小企業の方々にも活用していただけるように大きな改正もやりました。そして今やろうかなと思っているのは、大阪府の地方議員を3分の1女性にしたらどうなのか、これは相談しないといけませんか。あの、子育て支援や介護対策や、それから児童虐待根絶や、こういうところに女性の視点を生かすために、そういう方法も一つ考えていかなきゃいけないなと思ってます。さっきこの松川さん言ってたかどうか分かりませんけれども、それぐらいやっぱり一億総活躍、女性活躍推進、人生100年時代、これをしっかり作っていくことが大阪にとっても日本にとっても大事だし、特に大阪のようにこれから花開いていく町には、こういう政策をどんどん打ち込んでいかなくてはなりません。その先頭に私太田夫妻を立たせていただきたいのです。ポスターはちょっと他の人に負けてますか。選挙では負けたくないんですよ。よろしくお願いしたいと思います。ただし前回の比例区では私ベッタだったんです。ほんと申し訳ない、ベッタだったんです。政策には強いんですけど選挙には弱いんです。どうか助けてください皆さん。あと10日しかありません。大阪のためにただひたすら頑張ります。大阪のためにただひたすら働きます。どうか太田夫妻にもう一度機会をいただいて、こき使ってやってください。まだまだ太田夫妻頑張りますね、やりますね、まだまだ頑張りますね、やりますね。どうか枚方の皆さん、お力をお貸しください。よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。どうか最後の最後までさらなるご支援よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それではここで参議院選必勝に向けて全員で頑張りますセコールを行います。誠に恐縮ですが皆様ご起立。